今回は、2023春アニメ円盤売上、最終報告、に対する解説と、ネットの反応をお届けします。戦国大魔境、地獄楽、以外の春アニメのブルーレイが次々と発売されて、売上枚数が出揃ってきたね。派遣候補系の円盤売上に関しては以前も別の動画で解説したんだけど、推しの子、の第2巻の売上が1巻から大幅に落ち込んでいるのが気になるね。鬼滅の刃、刀鍛冶の里編、は1巻と2巻でほぼ横ばいなのに。なんで、推しの子、は4000枚も減ってるんだろう？イベチケがついてないとか？いや、2巻にもイベチケはついてるらしい。ちょっと気になるのが、1巻には先行上映された第1話の特典、平山環奈さん書き下ろし色紙がついてるんだけど、これがメルカリでめちゃくちゃ転売されてるんだよね。あらー、つまり1巻は転売屋が買ってるってこと？その可能性もなくはないかもね。2巻には色紙はついてないから。まあ、1巻には第1話のオーディオコメンタリーがついてるとか、それ以外の理由もあるかもしれないけど。ちょっと気になるね。で、それ以外の作品の売り上げなんだけど、気になるのはまずこのあたりかな。江戸前エルフはまあこんなもんかなって気がするけど、なんでイセレベがこんなに売れてるの？後半かなり失速して、ありきたりなナローになったのに原作ファンが買い支えてるのかな。それと、1000枚以下はこんな感じ。スキロー。インソムニア、の不審が意外だね。スキローは1000枚いくかな？と思ってたけど、それ以上にインソムニアが250枚ってのが衝撃だな。ワタユリイカってのがちょっと衝撃だよね。ワタユリファンの人には申し訳ないけど。ニエ姫、お隣、転校生がグイグイ、公爵帝、ワンキルは数字でずか。転校生推しの当チャンネルとしては残念な結果ね。後半ちょっと失速しちゃったからな。もっとお互いを意識しない自然な感じでよかったのにね。恋愛感情を意識させる手法がちょっと強引だったよね。小学生なんだからつかず離れずの関係のままでよかったのにな。というわけで、この件に対するネットの反応をお届けするよ。1735より売れたアニメたくさんあるな。なんやかんや1000売れてるのはまだマシや。推しの子右肩下がりしててくさ。推しの子いべきけつきでこの下がり方まずくね。あんだけ宣伝しまくった推しの子でもこの程度か。推しの子は1巻だけイベチケついてるとかなんか？ 2 巻もイベチケついてる定期。イベチケなくなるの3巻からや。2巻もイベチケついてるのにこんな落ちるんか。推しの子売り上げ下がりすぎてくさ。何があったんや。スキローって放送中一生持ち上げられてた作品よね。スキップとローファーは知る人ぞ知る洋作枠でええわ。あんまし人気になりすぎてもな。あんなとこで終わられたらそらね。何も起こってないやん。スキローパッと見はのだめとかクラゲ姫系の大物少女漫画感あるのにな。これマッドハウスだとばかり思ってたけど PA なんだな。本当に爆死ばかりしてんな。マッドハウスは山だな。PA はオリジナルに専念しろや。クマクマやイセレベよりも下でくさ。おみつ可愛かったのにな。もう良いものが売れる時代やないんやろな。面白い作品が円盤売れるとも限らんよな。スキローは原作も買うくらいには好きだけど円盤買う気には全くならん。1話しか見とらんけどあの作画でこの枚数なら終わりやろアニメ業界。2年生からおもろいんやけど2期はやらんかなこれは。今は円盤より配信とか言うけどスキローは続編無理やろな。スキローって中国で人気らしいから2期やれるんじゃないの。スキローは配信強かったし続編あるとええな。インソムニア爆死しててくさ。インソムニア面白かったのに。心臓病のヒロインはあかんわ。あの作者が死ぬヒロインかけるわけないし茶番や。江戸前エルフがそこそこ売れてて嬉しいよね。TBS のど深夜枠でマジデスの後ろとかいうクソデバフがあったのに。江戸前エルフがそこそこ売れててにっこり。エルフは予想以上やないのこれ。いや予測では1600くらいは出そうだったから楽に下回ったわ。オーパスカラーズすごない？今の時代金を出すのは女なんやね。オーパスカラーズとか誰が買ってんねんあれ。オーパスカラーズも声優効果でめっちゃ売れてるやん。スパイ教室もあのメンバー集めたらイベントやらなな。マッシュル194枚。マッシュルってジャンプの一軍やないんか。本来マッシュル買ってくれるはずだったそうはオーパスカラーズの方買ったんか。ほんまマッシュルくさ、ジャンプでこれはやべえわ。アニメ放送中に漫画打ち切るってすげえの投げてきたよな。なお2期もやる模様。その状態で2期とか誰得なんや。マッシュル打ち切りってよりはアニメするから引き延ばしてたが正しいやろ。アンケモドで組やったし最後は戻した方やで。マッシュルって A1 やっけ？最近納期間に合わないとかいう噂聞かんけど大丈夫なんか？カムイすごいな4期で4点って。ゴールデンカムイってなんでまだ売れてるんだ。ゴールデンカムイって誰が買ってんの？4期だぞ。
コルカムって H 機の CG クマバカにされたところで即死する運命だったはずなのにようやりすぎとるな。女神のカフェテラス1000枚。カフェテラス背負にしては結構頑張ってるじゃん。女神のカフェテラスって面白いんか？主人公の男が嫌いすぎて1話で切っちゃった。カフェテラス結構売れたんだな。2期も決まってよかった。ワーダイもめちゃくちゃ売れてて草。ワールドダイスターはソシャゲの得点とかつけなかったのかよ。このスバが一番爆死してて草。シリーズ全部1万超えてたやろ。地味にこのスバあかんやろこれ。1期は1万超えてたぞ。アニメ見たらこれでもようやっとると思うわ。それぐらいには虚無やったからな。ダブル山田が検討してていいね。山田は2期やってもそんな話盛り上がらんから別にあそこで切ってええやろ。とりあえず内容も良かったし原作好きは岩満足や。異世界ワンターンキル姉さんが原作終わってて草。アニメ化してボーナスタイムや。話題にもならず無風。円盤も数字です。キルマリア可愛いのにどうして。姉に魅力がなくてうざいだけだから。2期なさそうで絶望してる。原作最終話直前回の敵闘消化っぷりはやばかった。2期以前になぜアニメ化したレベルだったからな。予算もなさそうだったし残念や。公爵帝って女さん人気ないんか。名前は上がるけど誰も見とらんかったししゃあない。王様ランキング2期やってたのか知らんかった。1期はそこそこ盛り上がってたのに2期は全然話題にならなかったな。綿ゆりが想像以上にヤバい。綿ゆり爆死してて草。まあ見返すような内容じゃないしな。綿ゆりは原作売れてるから。ゆり姫はなんであんな昭和ノリのを今さらアニメ化したんや。もっとあったやろ。スマホ太郎、ドクターストーン、こんなのおかしいよ。スマホとかよく装で高い影。スマホ太郎の2話分に対して7000円とか払うやつがこんないることに恐怖を感じる。イセレベとかイオスがシカを聞くためだけの30分のアニメがこんなに売れるんか。イセレベようやっとる。制作変えて2期やれ。異世界チート普通にスコやった。モブが褒めまくるのがすがすがしい。オープニングの歌詞も結構良い。スキローインソムニア、ワタユリはこの売り上げならまず2期はないやろうね。山田とエルフはギリ2期狙える圏内か。ワイは2期を待ち続けるぞ。振動ナグモスコ、試合アニメで見たかったな。円盤の売り上げってまだ大事なのか。買ってもディスクの入れ替えとか面倒で結局配信でしか見なくなるから買う気失せるんだよな。だからこそ円盤の売り上げって重要なんだぞ。配信の時代で円盤を買うやつなんてよっぽどその作品が好きなやつイコール金を出すファンの数ってことやからな。円盤買うレベルなら他のグッズもたくさん買ってくれそうやしな。あんまアニメ知らんからマイキボッチザロック並みにブルーレイ売れるもんやと思ってたわ。あれかなりレアなケースやったんやな。どれもこれも89枚よりはマシやぞ。最後の方でスレミンも言ってたけど、円盤売り上げを話題にした動画を作ると、円盤を話題にするなんて時代遅れ、時代は配信っていうコメントが必ずつくんだけど、円盤は作品の人気を示す指標の一つだってことを理解してほしいんだよね。配信だけで語ったり、グッズや原作本の売り上げだけで語るんじゃなくて、いろんな指標があっていいという考えのもとに円盤の話題を出してるんだよね。だって実際、円盤売り上げの話題が気になるからこの動画を見に来るわけでしょ？本当にどうでもいいと思ってるならそもそもこんな動画見に来ないよね。気になる人がいる以上、話題にするだけの意味があるってことだからね。というわけで、当チャンネルでは今後も円盤売り上げに関する動画を出していきますので、ご視聴のほどよろしくお願いします。もちろん、海外配信のランキングや原作本の話題などに関しても幅広く取り上げていくよ。皆さんのご意見はいかがでしょうか？コメントでご意見を寄せください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。